皆さんこんにちは、こんばんは。今回は、Amazon さんの方で、HDMI ケーブルをと、USB ケーブルを購入させていただきましたので、開封したいと思います。はい。まずこちらが PlanXハイスピード HDMI ケーブル、2メートル、PlayStation 3、Xbox 360対応、こちらが、500円を、2つ購入させていただきまして、525円ですねを2つ購入して1050円。こちら、エロコム USB2.0 ケーブル、AB タイプ、5メートルベージュ。こちらの方が、480円の500円ですね。税込み504円。購入させていただきました。HDMI ケーブルの方は、PlayStation 3のケーブル、使っている HDMI ケーブルが非常に今短くて、それの延長用に2メートルを購入して、あとは、ハードディスクレコーダーをもう一台追加で購入しましたので、そちらの方に使用させていただこうと思っております。こちらが、5メートルの USB ケーブルになります。エロコムさんで購入させて、エロコムさんの商品で、504円と大変お買い得で購入しできたと思います。家電量販店ですと700、800円ぐらいですね。かかりますんで、200円ぐらい、300円ぐらいですね、800円ぐらいかな、だったんで、安く購入できたと思います。はい、買わないですね。はい、こちら。5メートルだと、かなり。これは、パソコンとプリンターを今 Bluetooth で使ってるんですけど、 Bluetooth で使うとスキャナーが使えないんで、そうですね、コードで使うために USB ケーブルが必要だったんで USB のケーブルを購入しました。はい、次にこちらですね。はい、HDMI ケーブル。こちらの方も2メートル。プラネックスさんのハイスピード 3D 対応だったと思うんですけど、確か 3D 対応だったような気がするんですけど、うちは 3D はまだないので、必要ないかと思いまして、3D は特に気にせずに購入しました。それでは、USB 2.0 ケーブル、AB タイプの、ケーブル5メートルと HDMI ケーブルの紹介でした。